皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。ファーゼストフロンティア、実況始めます。俗に気の意外な行動に翻弄された前回。俗に気。鉄で満足とかおめえそんなに貧乏やったんか。かっぱらった鉄売っぱらったなけなしのマニー。それで買った食料を20人以上で分け合う暮らし。正直哀れすぎて涙を禁じ得ない。よし、おめえらにはちょびに気を略奪する権利を売ってやろう。あげるんじゃなくて売るんですね。あと我々も村人に一人殺されてるんですが。絶対許さねえかんな。次は皆殺しにしちゃる。まあ俗に気の件はあれど村の発展は順調。チーズの製造を始めたことで食料事情はさらに安定。交易所もアップグレードして新たな交易2期もやってきました。エロ2期とマハラジャ2期ね。ますます賑やかになる我が村の栄養ねリソース。今日も張り切っていきましょい。で、目下我が村最大の課題が防衛。具体的には防壁の建築。これが全員全進まないのよね。今作ってるとこだって全体のほんの一部だし、これどうしたもんかしら。このままじゃ何年かかるのか知れたもんじゃないのよ。実は防壁の建築が進まない原因をいろいろ調べてみたのですが。聞かせてくれたまへよ。では現在の村人ニキネキの就労状況をご覧ください。この中で建築を担当するのが右上の建設者です。13人もいるから十分だと思うけど、実は重要なのがその左にある労働者です。労働者は特定の職に就かず、資源の採集や物資の運搬等を担当する村人ニキネキ。どうもですね、この労働者に十分な人数がいないと建設がはかどらないようなのです。例えば農民ニキネキの人数を増やすと、その分労働者が減り、このように労働者の人数を示す数字が赤くなります。これ労働者不足のサインです。数字が赤い状態だと労働者ニキネキが採集や運搬でカツカツの状態になり、建築に必要な木材や石材の運搬に手が回らない状態になり、それで建設が滞ってしまうようなんですね。なるへそ。じゃあ労働者ニキネキたくさんいれば問題ナッシングなのね。ですのでしばらく村の運営方針を防壁の建築重視の体制にシフトします。十分な建設者の数を確保しつつ、同時に労働者の数字を城に保つことが目的です。ですので現在の食料で減らせるところは極力減らします。例えば現在人手をかけている鉱山、粘土、砂の採掘などは、今の人数から半減、農場も3分の1ほど人手を減らします。労働者の人数に余裕のある状態で防壁の建築を試みます。こりゃなかなかきっつい。移民ニキネキの一列渋滞が家紋するまでじっと我慢の子なのね。そこなんですけどね、マスター。人口は現在の176名を当面維持した状態に保ちます。つまり増やしません。移民ニキネキ一列渋滞は当然追い返します。なぜなの？防壁が完成しないまま人口増やすことで気になるのが俗ニキの襲撃です。襲撃の規模を左右する要素は正確にはわかりませんが、わかりやすいのが人口なんですよね。つまり俗ニキの数を抑えるための人口抑制一人っ子政策村になるのね。そういうことです。ですので防壁が完成するまでの間、新たに人が必要になる施設も原則建てません。既存の施設のアップグレードが中心になりますね。しばらくしんどくなりそうだけど、防壁作るって決めた以上やるっけなさそうなのよ。まずはこの体制で防壁の建築が進むか様子を見ましょう。では方針も決まったのでお仕事ですね。いつものように交易から、今年最初のお客様は前回初登場のマハラジャニキ。ようこそマハラジャに首を長くしてお待ちしておりました。さあそのふっかふかソファーでおくつろぎください。相変わらずイケてるターバンっすね。まあ今回もバイバイするもんありませんけどね。帰ってカレーでも食ってろ。次は新しい施設の建設。そろそろゴールドも溜まってきたのでセキュリティも万全にしたいところですので、今回建てるのはこの大金庫。その名の通りゴールドを保管するための施設です。何よりも大切なマニー。俗に気に取られるわけにはいかんのよ。村人ニキネキが一番じゃないんですね。村人ニキネキの命に値段なんてつけられないのよ。いいこと言ったつもりでしょうけど、ごまかしてるのバレてますよ。こちらあくまで保管用なので、村人ニキネキを割り当てる必要はありません。まさに今建てるべきやつってことなのね。夏に入ったところで鉄ネキがご来店。鉄ネキ相変わらずお美しい。エロニキも来てくれました。相変わらずスケベな顔しとんなエロニキ。扱う商品も結構似ているお二人が同時に来店。なかなか美味しいシチュエーションです。これは転売ヤーチャンス到来。まずは今年も石安く売ってくれるネキから防壁用に石を大量購入。いつもいつもサンクスな鉄ネキ。そして今日の鉄ネキ、鉄鉱石安く売ってくれるネキでもあります。平均価格以下の5ゴールドで鉄鉱石をお買い上げ。重ねてサンクス。そして今日のエロニキ、鉄鉱石6ゴールドで買ってくれるニキ。その意味わかるな。転売ヤーフィーバー来たー。差額は1ゴールドとしけていますが、鉄ネキかなりの在庫をお持ちです。一部を村での生産用に備蓄して、残りは全てエロニキに押し付けましょう。結局鉄ネキが一番得してるのは変わんないのね。やはり川上から川下まで手広く扱ってる鉄ネキ強しですね。エロニキもまだまだ鉄ネキにはかなわんっちゅうことなのよ。まあ次はどうなるかわかりませんけどね。これに懲りずに女遊び控えて、せいぜい精進しろやエロニキ。ホクホクの鉄ネキと昇進のエロニキが帰った直後に大金庫が完成。いいね、俗ニキが来てもこれなら安心。まあここまで近寄らせないことこそが肝要なんですけどね。
次は施設のアップグレード。今回は矢作り小屋です。随分渋いとこついてくんのね。アップグレードの効果は生産速度向上とレシピの追加。このレシピの追加というやつが気になっていまして、時々交易にキネキの商品にクロスボウが紛れてたんですが、あれが作れるようになるんじゃないかと思いまして。つまり射程も威力も増し増しだとすると、今後の防衛の鍵になるかもしれません。防壁と並行して生産ができればベストですね。矢作り小屋アップグレード完了。見た目もシャレオツに進化、いいね。早速追加されたレシピを確認しましょう。やはりクロスボウが作れるようになっていますね。材料に鉄インゴットが必要ですが、なんかこれから鉄の需要爆増しそうな雰囲気。さっき鉄ネキから鉄鉱石買っといて正解でしたね。ありがとう鉄ネキ。ついでにフォーエバーエロニキ。通常の弓の生産は停止、今後はクロスボウ1本に絞りましょう。冬になったので施設をまた追加。昨年から麻の栽培を始めましたので、服を作る防石工房を設置します。ちょっと遅すぎるくらいだったのよね。でもエイノン、これでまた労働者にキネキ減っちゃうのよ。服の不足で結構村人にキネキの幸福度が下がっていまして、これまではごまかしていましたが、そろそろヤバいので、これはやむを得ません。なんとか人についてはやりくりしていきましょう。そして迎えた23年目の春、防壁の建設は目に見える形で成果が出たようです。村中央を囲む防壁はほぼ完成しました。一部空いている部分を塞ぐ必要はありますが、これなら今年は次の段階に進めますね。いいじゃないいいじゃない、やりくり上手の甲斐があったってもんなのよ。しかし労働者にキネキに余裕あるだけで全然進みが違うのね。正直ここまで違いが出るとは驚きですね。これなら残りの防壁も予定通り進められそうです。他の産業に人を回せないのは痛いですが、防壁が完成するまでの辛抱です。23年目も交易からスタート。まずはマハラジャニキ。これはこれはようこそマハラジャニキ。今日のターバンは一段とカレー風味で実にお似合い。さすができる男は何着ても似合いまんな。例年通り特に売買するものなし。帰れ。そしてエロニキ、同じく売買なし。エロニキをねえ、もちっと頑張らんとチョビニキ枠まっしぐらやで。そしてチョビニキ、新顔の登場に焦ったのか、今日のチョビニキなかなか有能ニキ。平均価格以上でバスケットを買い上げ、さらにこちらも最近備蓄が少なくなっていた薬草を平均価格で購入しました。ハズレが続いたので今年の交易は爆死かと思いましたが、最後に救われましたね。頼りになるのは君だけだよチョビニキ。何気にチョビニキから何か買ったの、これが最初。やっと商売できてよかったなチョビニキ。けど交易にキネキ年に3回来てくれるようになったのね。前は2回だけだったのに。多分これも交易所のアップグレード効果なんでしょうね。そしてほどなく村中央部の防壁が完成。労働者にキネキ増やしただけでブーストかかって笑った。ここが完成しただけでも防衛力はかなり上がったはずです。20人程度の俗ニキでは侵入などできないでしょうね。俗ニキには鉄インゴットだけとかチンケなこと考えず、もっと大きな野心を持っていただきたい。そしてこの鉄壁防衛線に突っ込んで蜂の巣にされることを切に望みます。丸。村の中心に近づけないなら、手近なとこから100カーとか知恵つけられても困りますね。ですので次は早速第一住宅地の防壁建築に取り組みましょう。村中央の防壁も完成したので、さらにヤグラを増設。中央だけハリネズミにしても仕方ないので、一旦このくらいで良いでしょう。維持費もバカになんないしね。門に対しては常に複数のヤグラの射程に入るように設置していますが、設置場所については今後の襲撃によってまた考えていきましょう。だからちゃんと突っ込んでこいよ俗ニキ。ご主人様との約束なのよ。そして迎えた24年目の春、ひたすら防壁作ってただけなんで、冬の映像はカット。去年の冬はクマさんが出ることもなく、実に平和でしたね。寒さより取れ高の厳しい冬だったのよ。防壁の建築は順調。第一住宅地を囲む防壁の建築にも着手。すでに完成した防壁も目立ってきていますね。正直建て始めてしばらくは全員全終わりが見えなかったけど、これならなんか終わる気がしてくるのよ。まあまだ完成までは時間かかりますけどね。それまではひとぐりに苦労しつつやっていきましょう。それでは交易スタート。最初のお客様は鉄ネキ。鉄ネキ今年もオスオス。鉄ネキ今年も石安く売ってくれるネキ。マジありがたし。正直鉄ネキいなかったら防壁作るの積んでた。このマップ石が少ないですからね。大量かつ安値で石を売ってくれる鉄ネキには我々頭が上がりません。正直這いつくばって足舐めてもいい。私やりませんからね。やるのはチョビニキ。なんでやねん。ただちょっと今ゴールドが減ってきてますので、石は買い占めできませんね。ある程度残す必要もあるので、今年はほどほどにしておきましょう。すまんな。そしてヒゲダンニキ。ヒゲダンニキは久々に陶器買ってくれるニキ。お値段平均価格。最近お買い物でゴールドちょっと減ってるし、贅沢はええんわな。ここはヒゲダンニキの有り金すべていただいておきましょう。ヒゲダンニキもきっと懐あったかにしてきてもらってもええんやで。職人の数を絞っているので、陶器の数も以前より少々控えめ。資材の購入もバカになりませんし、売るタイミングは考えなければいけませんね。遅れてやってきたのはチョビニキ。
帰国したチョビニキ君は廊下に立ってなさい。しかし今年のチョビニキは一味違います。なんと石材を8ゴールドで買いたいと、なんとも太っ腹。チョビニキ宝くじでも当たったんか。そしてちょうどい合わせた鉄メキが4ゴールドで石を販売中。その意味、わかるな。またまた転売ヤーチャンス来たー。しかも価格は倍、これはいけますよ奥さん。ということで鉄メキの石を全てを買い上げ、そしてその半分を倍の値段でチョビニキに売りつけます。なんということでしょう。手持ちのゴールドは減っていないのになぜか手元に大量の石が、そしてなぜかチョビニキの懐がお寒い事態に。ありがとう鉄メキ、フォーエバーチョビニキ。いやこれはありがたい。一気に懐と石の備蓄がリッチになりました。防壁立ててるとマジ石の消費が止めーのよ。安値で買ってるとはいえ石の代金も結構な金額ですからね。大量の石を実質無料で手に入れられました。実に満足な取引でした。マジありがてーのよ。交易所をアップグレードしたことでこんなチャンスも増えましたね。今後ともチョビニキから巻き上げていきたいと思います。まる。そしてアップグレード、今回は牛小屋です。アップグレード効果は飼育上限の増加、餌の低減、生産効率向上。これでドナドナされるドナドナが減るのよ。まあ上限になったらまた肉にしますけどね。チーズ屋の生産も順調。ここでミルクが増産できればさらに生産量アップです。マジチーズ全然腐敗しないんでオラびっくりしちまっただよ。廃棄ゼロなんて数字見た時はちょっと目を疑いましたね。アップグレードコストは石25に板材が125。これは完成までしばらくかかりそうです。じゃ剣時間を一気に冬に移動します。牛小屋のアップグレード完了。またまたご立派な佇まい。これで冬ごもりもますます快適。これにはドナドナもにっこり。まあ最後は肉にするんですけどね。それな。群れの上限は16頭にまで増えたようですね。これなら 1,2 年の間には埋まりそうです。いいじゃない。アップグレードしたせいか備蓄していた飼料が全部消えているのは気にしない。おい待てやべえだろそれ。今更ジタバタしても始まりません。まあちょっとくらい餌なくてもなんとかなるやろ。ドナドナ、強く生きるのよ。そして迎えた25年目の春。牛さんなんとか全て一頭に成功。本当になんとかなってんの草。人口は変わらずの176人のノエオンネリソース。一軒も小屋建ててないから仕方ないね。この状態が長く続くと村がおっさんだらけになってしまいます。なんとしても防壁の建築を急ぎたいところです。行ってる間に村人ネキが病気でぽっくり。やぶ医者仕事しろ。いや今回は防壁の建築がかなり進みました。やはりマンパワーの管理が重要ですね。第一住宅地を囲む防壁もすでに半分近くまで建築できました。これで全体の半分まであと少しってとこかしらね。そろそろ住宅地側にも櫓を置き始めても良いでしょうね。なんかここしばらく賊ニキが来ないのがちょっと不気味。前の襲撃から3年空いてますのでさすがに今年は来るでしょう。我々としても防壁の効果を実践で検証したいところです。お前らの襲撃待ってるぜ。施設のアップグレードも順調に推移。問題があるとすれば職場から結構人を剥がしましたので、陶器や道具などの生産がちょっと芳しくないところですかね。完成するまで人増やさないならしゃあないわな。とにかく引き続き防壁の建築を急ぎましょう。それでは防壁の建築が順調に進む我が村を眺めつつ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。